どうも、ショピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今まではカバンの中身シェアします、スーツケースの中身シェアしますってことでやってきたわけなんですけども、これを毎日運んでるわけではありません。なので今回は最近流行りの、流行りって言って海外で最近流行りのエブリデイキャリー EDC をちょっとやってみたいと思います。単純に企画をパクってるだけですね。ちなみに僕はミニマリズムなライフスタイルを送らせてもらっているので、物は少ないと思います。それでは行きましょう。まず一つ目にお財布です。このお財布、ポッテガっていう長財布なんですけど、この中に現金とカードがとりあえず一緒になっています。あと小銭も中にこうやって入ってます。前使っていたこのカード入れに関しては、これはちょっと今は毎日持ち運んでいません。本当に毎日毎日使ってますよっていう分はこのお財布に入ってるんですけど、歯医者のポイントカードだったりみたいなものはこのカード入れに入れて、これは家のこのタンスの中にしまっています。でも本当はこのお財布を毎日持ち歩くのもちょっとだるいなっていう感じがするので、もう全部これがスマホの中に入っちゃえばいいのにな、なんていうふうには思っています。2つ目にこの鍵です。この鍵、これはこの物件の鍵と、あと実家の鍵ですね。なんでこんなにあるんだって感じがするんですけど、実家の鍵があります。最近内藤ブログさんの動画かなんかで、そのアップルウォッチで鍵を開けるみたいな企画があったので、そろそろこの鍵もいらなくなっちゃうのかな、なんていうふうに思ってます。3つ目にこちら、スマートフォンです。今僕はこれ iPhone 使っているんですけど、僕はどんどんこのスマートフォンに依存してるなというか、スマートフォンに対する依存度がちょっとずつ上がってきてるなっていう感じがして、ちょっと逆に怖かったりするんですけど、もうこれがあれば面取りもできるし、仕事もできるし、ある程度の仕事もできるし、決済もできるわけですし、なんかお金のやり取りもできるわけですし、できないことももちろん多いんですけど、でもこれがあれば生活の大体は遅れちゃうんじゃないかなっていう気はしてます。いい感じの距離は保たないといけないっていう感じはしてるんですけども、これは毎日、本当に毎日持ち歩いてます。ちなみにこれ個人的な意見なんですけど、別に iPhone X じゃなくても別にいいんじゃないかっていう、なんかその iPhone X じゃなきゃいけない理由って今僕はそんなに感じていなくてですね、例えばドリキンさんなんかですと、今は Pixel 2っていう Google の、Google から出ているスマートフォンを、カメラがものすごいいいんですよね。カメラ性能がものすごいいいスマートフォン使ってたりするので、あとはレーザーから出ているスマートフォンなんかもありますので、で iPhone X じゃなきゃいけない理由っていうのは特にないかったりするので、とりあえず僕はこのスマートフォンは毎日持ち歩いてます。で、4つ目にこのパソコンです。そもそも僕が日頃何をやっているのか、毎日どういうことをやっているのかっていうと、1つ目に仕事、輸出関係だったりコンサルだったりっていうのがあります。で、2つ目に YouTube 活動ですね。この撮影をして、編集をしてアップして、で、あとはメントレの方もメルマガでシェアしているので、それをメルマガ書いたりとかやってます。で、3つ目にメントレですね。メントレをやって、4つ目にお散歩って言って、お散歩しながらスッキリ空間を探しながらみたいな感じでやっています。あとはその他、お風呂入ったりとか、ご飯食べたりっていう、日常的なことをやっているわけなんですけども、で、その仕事だったり YouTube 活動だったりメントレだったりっていうのは、もう大体パソコンがあればできてしまいます。むしろこれがないともうほとんどできないっていう、もう仕事にならないっていう感じなので、僕タバコ吸ってないですけど、だからそのタバコが吸えなくてでも吸いたくてみたいな、そういう人の気持ちにと近いぐらいのこう不安になるというか、そういう気持ちになっちゃいます。なので僕はこのパソコンを毎日持ち歩いてるわけなんですけども、 MacBook Pro の13インチの2017年モデルなんですけど、重さがちょっと1キロ超えていて、正直 MacBook の12インチのあの軽さで、この MacBook Pro の13インチの、ぐらいのスペックは欲しいなっていう感じがしてます。これ本当重くて、毎日毎日持ち歩いてるんですけど、でも毎日毎日持ち歩きたくないなって思ってます。で、5つ目はこちら、イヤホンです。僕やっぱ音楽を毎日聴いています。
基本的に能と演歌以外のジャンルは聴いている自負はあります。そう、アニソンだったりヒップホップだったり R&B だったり EDM だったりハワイアンハウスなんかも聴きますし、ノーミュージックノーライフな感じで生きてますっていうのと、あの動画編集、あのカフェだったり、その外でもやったりするので、その時にこのイヤホンをつけて動画編集パチパチやったりしてます。これ軽いですから、まあ、別にこれぐらいは毎日持ち運ぶんでも別に重さは関係ないし邪魔にならないしっていうことで、これも一応毎日カバンにつけて運んでます。運んでるって言い方おかしいですね。これを毎日持ち歩いてます。以上です。はい。これだけっていうふうに思ったかもしれないんですけど、毎日持ち運んでいるものって本当にこれぐらいです。今のがまあ番組でいうレギュラーだとしたら、準レギュラーは何かというのもちょっとシェアさせていただきます。準レギュラーこちらです。メントレグッズです。これメントレノートと、あとこれが万年筆なんですけど、あ、万年筆は別にこれ重くないですし、気にならないの、かさばらないので、これはカバンの中に入れて、まあ自然に毎日持ち運んでるっていう感じなんですけど、そう、まあ、ただこの準レギュラーとしてはこのメントレグッズっていうのが入ってきます。前回もうノートも断捨離しちゃえって、そう、動画で断捨離したんですけど、そしたらですね、別になんかノートに書かなくてもいいんじゃないかっていう考えが出てきまして、自分の脳の中にあるものをデータとして、取っておけば、なんか必要な時にアクセスしやすいなって思ったので、最近はちょっとこの別にノートじゃなくてもいいんじゃないかなっていうことも思っています。ノートにメントリするっていうのは家でやってます。で、じゃあ外では何をしているのかっていうと、このスマートフォンの中にあるエヴァノートアプリですね、そこにこう打ち込んでます。なのでこのメントレグッズっていうのはちょっと今は準レギュラーになってます。準レギュラーその2はこちらです。カメラです。これだけでもう1キロ超えてしまいます。で、このカメラとこのパソコンをセットにして持ち運ぼうとすると、多分もう3キロ近くいっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの重さがして、で、それをカバンに入れた状態で都内ぐるぐる歩き回ってると、まあ膝腰にきます。めちゃくちゃ疲れます。なので家でお休みしててねって、家で待機しててねっていう日もあります。なのでこのカメラに関しては、別に毎日持ち歩いてるかって言われたら、別にエブリデイキャリーにはなってません。はい。なので準レギュラーです。思いだけ我慢すればもうめちゃくちゃいいので、なのでこれを使わせてもらってるわけなんですけど、ただやっぱもっといい、もっとやっぱ軽いのは神ですね。まあそんな感じで、今回は僕が本当に毎日、これは毎日持ち運んでるよっていう、持ち歩いてるよっていうものをシェアさせていただきました。あと、まあ、毎日とはいかないけど、でもまあ準レギュラーとしてほぼ毎日持ち運んでます、持ち歩いてますってやつも追加でシェアをさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。で、今から何をするかっていうことなんですけど、昨日その DIY 動画を撮影している時にカメラをちょっと落としてしまいまして、その衝撃でこのマイクが壊れてしまいました。撮影で必要なので、あの新しいものをちょっとゲットしていきたいと思います。で、今からちょっと音声がこのマイクからあの本体のマイクに変わるので、ちょっと音が悪くなりますけども、はい、ご了承ください。それではいきます、せーの、はい、ということで、はい、やっていきましょう。よいしょ。じゃあそれでは早速いきましょう。蒸してはいるんですけど、でもそんななんか炎天下で暑いっていう感じではないので、よかったです。やりすぎやすくて、これを毎日持っていくっていうものがもう固まっていると、もうめちゃくちゃ楽なんですよ、機動力が。はい、秋葉原に来ました。すいません、ちょっとうるさくて。ここなんか工事してますよ。はい、じゃあ今からヨドバシに行きます。よし、早くマイクを買わないと、音がちょっとあれですもんね。涼しい。あったあった。どうしようかな。買ってきました。
今回僕がゲットしたのはこれです。で、今すぐこれつけたいんですけど、ただこれ単三電池が1本必要なんです。で、僕今単三電池持ってないんで、すいません、ちょっと音は明日の動画でちょっと楽しみにしておいていただければなという感じになってしまいます。はい、なのですいません、今日はちょっとこれをゲットしましたっていうところで今回の動画は終了させていただきたいと思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。